このちっちゃいのは2センチ角の LED2 個と AVR、抵抗1本とコンデンサ2個、ピンヘッダーの7つの部品をこのようにハンダ付けすることによって 8×16 ドットの LED ディスプレイを作ることができます。 AVR にはあらかじめこのインベーダーのスケッチが書き込んでありますので、ハンダ付けするだけでこれを作ることができます。さらに Arduino 互換なので、このような USB-C であるのモジュールを使ってパソコンとつなぐことによって文字表示も簡単に作ることができます。